皆さんこんにちは、科学のお姉さん五十嵐美希です。夢はスノボに行くことです。どうもアナヒコです。動けないじゃん。いや行きたいよ。行ける？寒くない？見えてるよだって。いやもうそこはちゃんとねウェットスーツ買っていきますよ。着るんだ、うん、先生今日は何をやるのかな。今日はねワイングラスを使って楽器を作るの。それは無理です。それではレッツサイエンス。まずお水を多く入れるとワイングラスが重くなって、はい、あまりこう振動ができなくなる。なるほど。そうすると音が低くなる。へー。だから一番最初に低い音作ってみよう。なんかこれ作れるまで帰れないって言われたからちゃんと見ててね。はい、作ってみます。じゃあこれで早速叩いてみてみましょう。なんだろう、微妙な差を。レッポくない？ストップ。多いね。飲むんかい。微調整を今しております。せーの。あ、もうちょっとかな。もうちょっとですね。いや、何ここ音楽得意なの？バイオリンやってたんで。そう。ソラシドだ。これ本気だよ今までも。もうこれをねドレミファソラシって思うしかなくなってきてる。なんかえ、これエンドレスじゃない。これをどうだと思うかどうか。ヤンキーみたいな感じなのにさ、なんかみたいな。ちょっと暗いんだよね。これ夢に出てくるよ。これいつまでやんの。先生、うん、これはいつかもう一回リベンジしよう。リベンジ、うん、やる気ないじゃんリベンジ。リベンジするやる。もう無理ですみたいな。やるやるやる。分かった。まあせっかくだから、うん、一回最後鳴らしてみましょうか。これを。はい。何を。どう。なんか弾く。じゃあ先生、ワイングラスでできた楽器で、うん、チューリップを弾いてもらえるかな。分かった。ワン、ツー、スリー、フォー。この動画がためになったというお友達はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。あと先生に質問ややってほしい実験があったらぜひコメント欄にも書いてね。お待ちしてます。